さあ、行くぞ。 OK。 すごいよね、このさ、限られた球種と限られたさ、ストライクゾーンの中でさ、それだけ差が生まれるって。ビハインドで迎える最終回です。そう、これワンシームだとこんだけ飛んでくんだよ。さあ連発。あれ、ここのおかわりもかかってるっけ。スラダあんまり強くないからね。あれか、東條さんね。まあ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 、あそこで東條さんをね、俺は信じたんだけどダメだったね。はい、あーなら敵ですね。食事と睡眠禁止です。きつすぎ。いや、あの長打警戒の正面はもうなんか何もできない。オッケー、いいね。スリーランだったら判定がするんじゃないかな。いや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 、めちゃくちゃ楽しかったですよ。メリュウさん、よろしかったらね、頑張ってくれやみたいな感覚でね、チャンネル登録、高評価、モチベーションにつながるんで、応援してくださると嬉しいです。めちゃくちゃ熱い試合ありがとうございました。プロフィールから来てくれたんかな、俺の。ネギさんね、年齢あれだからね、もうちょいか。これ連発、もう連発3回企画とかに変えていい。これ入ったら最後まで攻め続けてほしいですね。勝手にね、進行中に変えていく企画のね、スタイルね。これさ、はい、2試合連続連発です。むしろきついんじゃない。むしろやったことあった人いる。2試合連続連発してみた。